はい、フローチャート漢方薬治療2、171ページ、高齢者の最初のフローチャートからの説明です。初老期の訴えには五射腎気丸というものです。症例は62歳男性、中肉中背、数年前とどうも違う、急に年を取ったように感じる、いわゆる初老期とはこういうものかなと思っている、気力がなえる、精力がない、腰が痛い、足がしびれる、筋力が落ちた、夜トイレに行く回数が頻回だ、などなどいろいろ訴える。そこで五射腎気丸107番を投与、4週間後にはあまり変わらず、3ヶ月飲んでもらって少しいいような気がすると、その後も気長に愛用してもらってそこそこ調子が良いという患者さんです。五射腎気丸は8ミジオガンに五室と射前子を足したものです。滋養三種牡丹皮というのを含んでるんですね。で、8ミジオガンから経子と武士を抜いたものが6ミガンになります。五射腎気丸と8ミジオガンは武士を含んでいますから、強く温める漢方薬と推測できます。で、滋養を含む漢方薬は、当帰芍薬選球滋養の始末糖類と、あと六味丸類ですね。六味丸類は滋養三州牡丹皮が入っているやつです。そう理解すると分かりやすいかと思います。レベルアップ。五射腎気丸は生薬を粉砕して、蓮蜜で固め。蓮蜜ってのは蜂蜜に火をかけたものね。そして岩剤にしたものですが、津村の五射腎気丸は粉砕する分量を同じ分量として煎じていますね。散剤や岩剤を煎じることを、昔は丸々顔料とか丸々三料と表現したんですね。料理の料っていう字で、ですから別の作用だったり、ある作用が失われる可能性も当然あると思います。ただ我々としては昔と比較することはないので、今使える漢方が今ある病気や症状に効けばいいと思っています。ですから酸とね、量は当然違う気がしますよね。だって酸っていうのはティーパックのお茶を全部そのまま、ティーパックのお茶用ティーパックを全部飲んじゃう感じです、そのままね。一方、何々酸量ってやつは普通にお湯に入れて、そのティーパックは外に置いて、こし出したものを飲むってイメージなんで、普通に考えれば同じと考える方が無理があるかと思います。基本五射腎気丸量で津村さんはなっています。で、八味丸に関しては、内田の八味丸が実際に、岩剤になっていますので、ぜひ試したい方は試してみてください。はい、以上でした。171ページ、初老期の訴えは五射腎気丸というフローチャートの説明をしました。以上です。